はい、こちらのお店でね、あの購入なんかしたら止めてもいいよって言うんで止めさせていただきました。はい、で他のところだとね500円かかっちゃうんですけど、一応650円で購入できてさらに止めさせていただきました、はい、これまた料理で使えるんで、駐車止めときはね、なんかね購入がご飯食べるところでもあるんでね、はい、優しい店主に感謝です。ありがとうございます。私はただいま日本一長い吊り橋をしております。船とかも渡れる吊り橋になっております。さあ高所恐怖症のニンニンとニンタ渡ることができるのか。ニンタは高所恐怖症じゃないですよ違った。黒木御所跡、なんだこれ。赤坂町、お、抱きかかえた。長さ 297.7m、 川からの高さ 54m、 生活用の吊り橋としては日本一と言われています。これ800万円だから、当時の800円、今の現状でいうと800万円は、だいたい100倍だから8億円だ。さあ、よう行くかな途中で抱っこ。もう結構揺れるのも、うっ揺れそうだよ、めっちゃ揺れるんだよ。怖っ。後ろ向いて歩いて。え？いや無理無理無理。怖すぎて。ここにもあんじゃん。寿司コン。本当だ。揚げ餅だ。はい、展望台到着します。はい、また久しぶりのニンニン一人撮影です。ちょっとね、ペットダメって言われちゃったん で、ちーちゃんは編集中です。展望台が到着しました。川があって、工事現場があって、家があって、ちょっと公園があるんで、あそこのちょっと公園ね、行ってみようかなと思います。ニンタと一緒に行こうかなと思います。ニンタと一緒に川遊びをしていきたいと思います。冷たいね、冷たいね、キリさん、あ、冷たい、はい、行こう。気持ちいいね、気持ちいいね。ニンタはカバー入れたんですけど、楽しくなさそうだったんですぐ開けちゃいました。家のドア開けて、ちょっとご飯食べようかなと思います。あといつも、まあ、こういう日はね、ソーラー充電してますね。これで大容量バッテリーとモバイルバッテリーとか充電してますね。はい、ニンタと一緒にいただきたいと思います。よし、はいよ。見た、お気に召さないのか、
味しいの、うん、よくわかんない炊き込みご飯450円、ちょっと高いよね。まあ愛情がこもってると思っていただきたいと思います。いただきます。うん、おいしい。これ誰が作ってるんですよね。アニヤさんが作ってるのかな。だとしたら失格あそこの奥さんが作ってるんだったらまあでもそれ200円だまたね、どのくらいね、奈良にいるかちょっとわかんないんですけど、また奈良県を楽しみたいと思います。はい、では動画の方が良ければ動画の評価とチャンネル登録をポチッとよろしくお願いします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではさよなら、さよなら、さよなら。